スお願いするマスかわいい、ナイスウィーウィーウィーユーみたいな、ナイスウィーユーみたいな感じ。ナイスウィーユー、いいだやだね。ワッツオピン、正解です。チキー、アーニャピーナッツ好き。えい、これが今のパパ活動ですね。今日はアーニャ会です。イエーイ。アーニャ会、アーニャ会って何ですか。アーニャ会に入部希望されますか。はい。2023年大流行したアニメスパイファミリーのメインキャラクター、うん、アーニャですけれども、はい、アニメの中での A 字幕が A 字幕大間違いしていらっしゃるので、今日はクイズ形式で紹介していきます。おー、なるほどね。 Let's get this started。 これじゃあ海外で英語で字幕で流れてる時のその字幕が間違えてるというか、ちょっと特殊ってことやな。そうですよ。そうそう、主に俺やけど、あんまアーニャさんのこと知らないんですよ。ちょっと教えてほしい。知らない人、見てる人いるかもしれないんで、アーニャファミリー、アーニャ、アーニャ、アーニャの、お前帰れ、そういう感じなん。そういう感じ。そのあんま教育受け出ない。その義務教育とか違うねん。とりあえず説明してほしいんだけど、はい、うん、スパイファミリーはだいたい登場人物が3人出てくる家族の話です。ただこれは偽造家族で、うんうんうん、偽造家族、偽造家族で3名の構成なんですけど、はい、1名がお母さんで暗殺を生業とされている方です。あ、おっかない。普段はとってもおちゃめな天然な女性ですね、はい、2人目がロイド・フォージャーでお父さんで、こっちがスパイやね。あ、この人がスパイなんや。そう、もともとアニメは昔のドイツの東西戦争、ベルリンの壁みたいな、ね、そうそうそう、はい、の時代を模してるって言われてるんですけど、ああ そ, ううその時のめちゃくちゃ一流の大スパイっていう、みんなが知ってる大スパイ、そうなんよ、業界ではみたいな、はいはいはい、でそのスパイのプロジェクトの一環で偽造家族を作ってんね、何かしらやりたいことがあって家族が必要なの。そう、そう、で、うん、その娘に選ばれたのがアーニャ。これスパイなんですか、アーニャも。この子はスパイじゃないねんけど、孤児院で育って超能力を持ってる子やね、うん、あ、超能力、あ、そういうサイキック系の意味合いもある。そうそうそう、だからもうサイキックファミリーみたいな感じ。なんか使えるんや、テレキシスみたいな。この子は心の中が読める、うん、あ、うわ、うぜ。なるほどね。はいはいはい、考えてることが読めんねん、はい、っていうコメディーもコメディーのどんちゃん騒ぎしてるアニメですと。でもこれが海外でももう大人気で、はい、もう特にもうこのアーニャが可愛すぎて、ね、アーニャって言葉してるんで、やっぱそこがすごく先行して人気になってきてる、はい、でもこれ英語は間違ってると。間違ってる。なので早速ちょっとフレーズを一個ずつ取り上げてご紹介していきます。はい、じゃあ第1問、1問映像を流します。こちら、おはようます、おはようやすみたいな、おはようますよ。これが英語だとどういうことかっていうのも答えてほしいってこと。ゲスして、ゲス、ゲスしてほしい、推測してほしいと、うんうん、おはようございますが言えてへんって言うね。そうやね、おはようございますはグッドモーニングなんで、グッドモーニング、間違えてるんやな。じゃあ、うん、バッドモーニングみたいな文字ってな、ちょっと息ったみたいなあ、いいんじゃない、いいんじゃない、うん、春季ありきの違う。正解はですね、モーニングプリーズです。どういう意味なの。そう、何が間違ってるかっていうと、うん、まずモーニングは単体で使うことがあるんですよ、うん、モーニングとか、お、普通に日常生活で、おはようで、モーニングって言って OK、ね、いいんだけど、はい、その後にプリーズ、これが文字ってるんだけど、うん、プリーズが来ることはない。モーニングプリーズという組み合わせがないってことだよ。だからありえない組み合わせだから、アンニー、アーニャがグッドモーニングを言えてないっていうことを表現したいんだと思うんだけど、っていうのがまず1個目ね、間違いナンバー1で、2個目はこのプリーズって見たことなくない。これも文法的間違い2なんだけど、はい、これは赤ちゃん言葉。そうなんや。いわゆる、なので L を言うとき、赤ちゃんがプリーズっていうのをうまく言えなくてプリーズになっちゃうから、赤ちゃん言葉として表してる。あ、じゃあそれアーニャの子供っぽさみたいなのを表してるんだよ。そう、そういうことです。でもそもそも確かにモーニングは朝なんで分かるんですけど、うん、いろんな言葉の中からこのプリーズという言葉を選出してるの、なんでなん。2個これ理由あって、はい、1個目は大前提のアニメ設定の話なんやけど、 お父さんのスパイのプロジェクトの一環で疑似家族になってるって話をしたと思うんですけど、らしいね、プロジェクトの一環でこの娘のアーニャをそこの地域の一番の名門校、御曹司とかしか行かないような高級な名門校に入学させないといけないっていうくだりがあって、体制的な、そうそう、やねんけど、日本でも難関の私立の幼稚園とか小学校入るのって面接あったりとか、ある、ね、とか学歴試験とか、うん、その時一流の子供使いをできないといけないっていうので、家庭の中でもそういう教育がされてるっていう前提があって、ああ、そういうシーンがあるんやね。そう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 、なので普段からおはようとかじゃなくておはようございますっていう言葉遣いをしようとしてるっていうのが前提あって、それも表そうとしてるのが一つあると思います。確かに。 That's number one ね。で、 number two はシンプルに日本語の問題で、おはようございますってございますってちょっと丁寧やん、うん、でそれを表現するのにプリーズを使ってるんだと思う。なるほどね。確かに確かに、丁寧さを表すためには確かにプリーズっていうのは我々もイメージがあるので、yes. そういうアーニャのその背景を踏まえて、ただ言い方がまだそこに追いついてないからプリーズってなってるってこと、うん、なるほどね、うん、理解できました。
続いての単語こちら。おでけけ、おでけけ、ラン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 。おでけけ。おでけけ。いやもうこれお気に入りやからな。プライベートでも使いかけてしまって、絶対やめろ。止めようっていう。絶対やめろよ。アラウンド13やで俺。予想してもらっていいですか。おでけけ。そもそも俺そこが分からないもん。なんかゴーインアウトみたいな。だから、ゴーインな。ゴーインゴーインみたいな。ゴーインゴーインみたいな。ゴーインゴーインじゃん。そのちょっとノリよくすなよ。ゴーインアウトでも出かけるって。そうだね。ゴーインアウィーみたいな。T が言いにくいから。あーさっきのねノリノリからちょっと赤ちゃん言葉を予想してんのね。フィーズ理論で言うと。オーウィンアウィーとか。違う。あブブー。ブブー。のおでけけ。はいちょっと何言ってか分かんないですけど。ふざけんなよマジで。正解はこちらの字幕です。おお。はい、でこれちょっと読み方ちょっと分からんねんけど多分ウーレンかな。ウーティン。ウーレンちょっと子供っぽいサウンドやね。これなんて読んでも別にいいんですよ、赤ちゃん言葉なんで。はいはい。正しくは何なんこれ。この後重要なのがこのシーンの後に父のロイド・フォージャーが間違いを訂正してくれてて、あーおでけけじゃなくおでかけだよって。ウーリンじゃなくて It's outing だよって訂正してたから、outing の舌足らずバージョンでウーリンになってる。あ、じゃあアウティングって英語があるんや。これがお出かけってみたい。うん、これ初めて知りました。ねえ、アウティング使わないよね。アーニャ版っていうか砕けた版が WO、うん、ちょっとスペルが違うので。アーニャは下ったらずなの。そういう性格なの。性格っていうか、まあそれがチャーミングさなんやけど、うん、つどつどこういうワードを全部間違えれるの、言われへんっていう。 2,3 歳児が言われへん感じ。さっきのプリーズとかと同じで。そう、あ、そうか、子供っぽさを出してるんや。で、ただそれのお出かけとかそういうボロがめっちゃ可愛いから真似したくなんで。間違い方がもうストレートでいいんやな。お出かけやで。分からへん、その背景。おでけけだけ聞いてもふざけんなよ、お前ってなるから。言い方でめっちゃ可愛いやん。さっきの映像見てもらうとめっちゃ可愛かったよ。確かに可愛いね。でもアーニャさんが言ってたアウティング合ってたとしても、このアウティングってあんま知らへんやん。俺ら その初心者的にはさっき言ったゴーインアウトとかハングアウトとかそういう言葉が一般できないけど、なんかどういう感覚なの。説明しよう。お出かけには5種類ある。5種類ある。まず Go outGo out。 これ聞いたことあるんじゃない。ありますよ。元も汎用性があるんですけど、同時にちょっと曖昧な表現にもなるんですけど、うん、例えば散歩に出かけるとか、うん、Go out for dinner とかも使える。とりあえず家から出てその後何かする、何かするっていうその後の具体のアクションをつけてもらうことが多いんだけど、フォーマルマルとか、ね、そう、うん、だけど Go out 自体も一応外に出るっていう意味になるから、お出かけに含まれるんだけど、その後の具体の情報があるとなお良しって感じ。それ単体だと結構曖昧というか一旦外出るっていうのは分かるんだけど、はい、で、2個目が今回のアウティング。アウティング、これ名詞な。名詞になるね。だから今回のお出かけに一番近いのはこれだよね。あ、やっぱそれな。確かにお出かけっていう日本語でももちろん名詞やもんね。お出かけ単体ででもそんないっぱい使うことないじゃん、うん、お出かけって言葉確かに使えへんわ。使わへん。そう考えるとアウティングがフィットするかもしれない。そう、その回同じ感覚かも。なるほど。じゃあ英語でもめっちゃ使う言葉ではないってこと。ない、普段使わない。続いてがステップアウト、ちょっとそこまでっていうニュアンス。そこのコンビニまでみたいな。使い方は一番のやつとイメージ同じで、例えばちょっと軽くご飯行ってくるわとか、ほんと軽いお出かけさっと行くやつ。 I'll step out to get some groceries とか。あー、なるほどなるほど。お母さん人参足りへんかったしちょっとスーパーも行ってくるわみたいな。けど1個目の方は Go out に関しては時間軸はないから、関与されてない。だから1日デートとかも入るよね。だから時間軸の違いやわ、1個目との。なるほどね。はい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 。寿司三昧。はい。続いて4番目、これが一番使えます。はい。 Hang out。 Hang out、 これ聞いたことあるね。そう、フラッと外出するって意味で、もともとは Hang ってさ、吊るすって意味やん。 Yes, 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 yes. Hang でさ、なんか Hang するとふわふわふわってさ、こうやってなっちゃうでしょ。まあ揺れるね。揺れちゃうでしょ。はい、揺れちゃう、揺れちゃう、揺れちゃう。ザード思い出しちゃった。はい、だから吊るしたらそのフラフラするっていう意味で、フラッとどっかに出かけるっていうニュアンスで元々は作られたのよ。ただ当てもなくフラッと外出するっていうので元々作られてるんだけど、今普通に友達と遊びに行くとか使うから別に当てがあっても確かにね。ハングとなんか遊ぶみたいなニュアンスが結構そう記憶としてあるからね。だからもうちょっとこう変わって今一般化してるんじゃないかな。なるほど。うん。 And number five, we've actually mentioned this on short video as well。 はいはい、ショート動画やったやつ。そう。ヒットロード。あ、ヒットザロードね。うん。はいはい、聞いたことある。うん。ヒットロード。で、なんか、こんなやってたやつ。それあんま言わんとき滑ってるやつやから。再生回数も高くなくて。これもなんか確かに、出かける、出かけるやったっけ？これもめっちゃイメージしやすくない？ヒットザロード。道路をさ、蹴るじゃないけどさ、蹴って出るようなイメージで、出発するっていうニュアンスやねん。あ、言ったわ、出発するやん。そう。お出かけを意味するスラングなんやけど、これ注意してほしいこと1個だけあって、例えば、If I say this to you, if I
I say hit the road, seike. It means get out. ああ、出て行けっていう意味にもなるね。使い方によっては。誰かに、そうそう、他者に hit the road って言うと、そういう意味になる。出ろみたいな。get out みたいな。道路出ろみたいな。はいはいはい。hit the road。ちょっとニュアンスイメージできるでしょ。わかりますわかります。うんうんうん。っていう意味になっちゃうからそこだけ注意ね。まあ、あんま使わないから。日常でよく聞くってわけじゃないよね。でも映画とかで聞いたらあってわかるといいよね。なるほど。じゃあ続いての単語いきます。はい。こちら。よろしくお願いするマスということで、はい、よろしくお願いするマスかわいい、うん、よろずよろずのなんでよろずやねんよろずやちゃうねんそれ銀玉やねん違うねんよろろすよろろすサイクロレプス何違うモンハンのモンスター違うよろろすサイクロレプスみたいな違うわティアレックスみたいなよろろすお願いなんてよろろすお願いするマスこれさ言われへんくらい逆にそこまで改変しすぎるとえよろしくお願いしますが絶対言いやすいけどなでもよろしくお願いしますの英語ってことやな要は俺が答えないといけないそれちょっとアーニャっぽくしてると思うけどよろしくお願いしますの英語は俺は分からないんですよまずねえなのでちょっとあの答えられないですよろしくお願いしますってこう Nice to meet you みたいなうんそうだね Nice to meet you 分かるやん合ってる、うん、OK じゃあ Nice with you みたいな Nice with you みたいな感じ Nice with you Nice with you みたいないいだやだねでも T とかこの接触音が多分苦手な印象なので、うんうん、正解は It is a pleasure to meet your acquaintance ややこしいねこれなんか長いねこれ実はな2つの文章ガッチャーンってしてねお PBAB 的なうんうんうん、はいはいはい、1個目が It is a pleasure to meet you Which is a little more formal than nice to meet you Nice to meet you よりフォーマルな It is a pleasure to meet you 聞いたことあるねこれ、うんうんうん、まあまあまあフォーマルと言いつつも全然使ってもらっていいんですけど全然普通使うんですけど、うん、ちょっと Nice to meet you よりも少しフォーマルそれはさっきのアーニャのストーリー的なところ含めてそうそうそうちょっと丁寧にしてるのそこだと思う、うん、ってのが1個目で、うん、2つ目の文が I'm pleased to make your acquaintance 全く聞いたことないお知り合いになれて嬉しいですみたいなお会いできて嬉しいです光栄ですみたいな意味そうか Pleased って嬉しいってことかうんあなたと知り合えて光栄ですみたいなこれは本当に正式なフレーズとしてあるんやうんでこれをこうガチャーンってして、うん、さっきの It is a pleasure to meet your acquaintance で pleasure ってまたこれね1個目の please を please にしたでしょこれと同じで pleasure を pleasure にしてんのあー子供っぽさを表してんねんしたったらずまた L を W に変えてるあーで次なんだっけ pleasure to meet your acquaintance よくわからん文章になってることやなそうあなたの知り合いに会えて私は嬉しいですみたいな感じにワンチャン聞こえちゃうかもしれないねただ文章がそれ合体してるからそうなってるってことだよそうそうそうでもネイティブの方はちゃんと気づいてヨヨヒョヒョお願いしますみたいな子供がフォーマルな言葉を間違えてるって理解できるってことだよねなるほど日本語でおけるさヨロヨロヨロロお願いしまレックスみたいなの感じってことやなその間違いのレベルの範囲が俺らでそれのヨロロスお願いします気づけるこれおもろくない日本語人からするともう意味が違うからこれ分からへんなと思うんだけどネイティブからするとこれが言いたいんやなって分かるってことやろおもろやろ続いてラスト、はい、こちら今日からお前はうちの子になるが周りの人たちにはもともとの親子だってことにする分かったかういういういこれはなんかその舐めてんのかなあでもそういうことやねこれちなみに英語字幕ないと思うでウィやからねだからはいってことやんな、うん、はいをちょっとふざけてウィって言ってるってことやからいやみたいなあーほぼ正解お正解正解はイエップあ、ヨップこれ聞いたことあるよこれ間違いなのこれね文法的には間違いじゃない間違いじゃないんや文法的には間違いじゃない、はいはい、ちょっと紹介したいっていうかまあちょっとスラングスラングなんやなので紹介したいなと思って確かにこのヤップはこのぐらいのアニャさんアニャっていうのはこのアンジじゃなくて 5,6 歳の方も言ってんの日常生活でヤップってのヤップって何なんヤップは普通にうんみたいな感じじゃあアニャぐらいの小学校の人も言ってんねや日常生活でうんオッケーオッケーあ、そうなんやでもイエーとかの方が言ってると思うけどねじゃあその私立の中学用に鍛えられた丁寧な言い方ではないんやそうだねそうだねでこれちなみに何を伝えたかったかっていうとはいっていうのもまあいろんなこうグラデーションがあるんよ英語やとそれ面白いねそうやねそれがおもろいから日本語で言うとはいうんあーとかいやー言うね俺もあーってか言うわあーそれそれとかさ、はい、それとちょっとまあ似たと言いますか、うん、Yes がまずはいだよね Yes Yes 英語だと Yes、はい、でその後に Yeah Yeah うんみたいなうんうんに近い、はい、でその次に Yeah いやあちょっと短いショート短いだけ短いだけこれはこれこそウィに近いかもうんみたいなうんみたいなでこれと同じ意味なのかいや同じレベル感そのカジュアルさみたいなそうそうそうヤップヤイエイイエスうん、でこれが今回とウィに一番近いかなビジネスとかは基本的にイエス縛り、うん、もうイエスがメイン、うん、あとはまあイエアとか同僚とかだと全然使って OK あーじゃあヤップとかイエ
は日常です。でもやっぱも全然運とかだからビジネスの場で同僚とかに使っていいと思うけど、大事な会議とかプレゼントがあるときは使わないよね。なるほど。では皆さん、ご視聴いただきましたありがとうございます。ここで質問です。今アーニャが言ったありがとうございます、英語字幕にしたら何になるでしょう。お、これじゃあコメントでお待ちして、コメントでお邪魔、お邪魔します。いや、コメントでお待ちしております。編集します、回答ということで。英語字幕意外と見られる機会ないかもしれないですけど、うん、アニメとか映画好きな皆さんいらっしゃいましたら英語字幕見てみると確かにね、面白い、めっちゃそう学びになります。あと、もう自分が大好きなコンテンツは余計にね、うん、わ、こんな言い方するんやとか、あとアニメの決め台詞とかをどうやって英語に訳してるのか見るのめっちゃおもろいから、いや、めっちゃいい。だからそのキャラに合わせて、だからこのスラングをあえて使ってんだみたいな、そう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 、そう結びつけになるのめちゃくちゃおもろいよ、ね、うん、奥深い、奥深い、確かに、はい、スパイファミリー見ています、見てください、はい、勝手な意見すいませんでした、アーニャファンの方、うざいとかそれあれでしょ、アーニャじゃなくて私がうざかったんでしょ、違う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 、どっちでもあかんわどっちでもあかんわ、どっちでもあかんわアンジーファンにもアーニャファンにも、あ、そこそうなるのか。 Alright, thank you so much for watching till the end. Hope you learned something new and we will see you in our next episode. Bye for now. ありがとうございます。なんだっけ、アーニャさ、ありがとうございますってさ、なんて言ってるっけ、あざざましただ、朝風習慣ちゃうわ、ちゃうわ